感じ。ちぐさ、そこのしようか。やっぱ震災後はやっぱ葛藤がありましたよね。うん、いろんな思いがぐる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 回ってたし、現に東京にいたから実際に土に近い暮らしなんていう想像があんまりつかなかったし、うん、けど何かこう触らなければいけないなっていう、うん、迫られるものはあったし、うん、けどやっぱりこうやって自立して僕と妻と二人で、うん、この場所を触って家を直して土に触れ出してからかな、そうやってもっと、うん、自分が気持ちいいことやった方がいいんだなっていうのを気づいていったのは、うん、いやもう単純に蛇口ひねってね、水が出て、まあ、水が出て洗えること洗えるし、まあ、こっちの方が効率が良かったりもする時もあるけど、やっぱりこう山からの水に触れられる機会が布染色を通してできるっていうことが、まあいい機会だなっていうところ、別に何のこだわりもないです。だけどほら水道水だとこんなになんか水に自分が入りながら、なんか水と自分が一体なのに布もここにいるみたいなことってできないじゃないですか。単純に気持ちいいんですよね。自分がこう衣服を作る過程のことを全部ちょっとずつでもこの体で記憶していきたいというか、なんか今でこそね、藍で染めようと思ったら藍で染めれる、すぐ簡単に染めれるから、それで終わってしまいそうやけどね。でなんかやっぱり、じゃあその藍ってどういう風に育つんやろっていうところって、もう誰しもがけど思うよね。ただそれをやっていく上で、まあ、時間がなかったり生活に余裕がなかったりしたら、そこまで追い求めんし、まあ、あと服作ってなかったらね、なかなか難しいかもしらんけどね、そこまでいく。だからそれはなんかいろんなことにも言えて、うん、この蛇口の水はどこから来てるのかなとか、うん、この食べ物は誰が作ったんだろうとか、もう単純にさつまいもが欲しくてさつまいも買って食べるっていうのもいいんですけど、そのさつまいもに巡らす、思い巡らすみたいなことってすごく必要だと思うんですよね。必要というか、それをすると、それを知って食べるとより美味しいかなって僕は思ってて、うん、それがいけないとかってわけじゃ全然ないし、それも今の時代の流れかなとも思うんだけど、やっぱりその根本を見ることっていうのはすごく大事、うん、大事っていうのは、うん、より自分が、うん、気持ちよく生きられるんじゃないかなっていうのはあって、うん、その出所を知ったり、その後のことを知ったりすることで、うん、自分の今表現してる、体現してるものづくりがよく、より深みを増していくんじゃないかなっていう、うん。
自分たちが、まあ、やっぱりその心地よく生活するためになんかチャレンジしたかった、うん、それはまあやっぱりすごく生活するのに労力がかかる暮らしなんで、うん、そういう暮らしを、まあ、まずしてみたかった、うん、っていうのはやっぱりすごい強くて、うん、だ制作するっていうのはなんかその日々を営む中での一つで、うん、路上で引かれちゃってるタヌキを、まあ、土に返すときに大体野原と二人でこう持ってこう返したりするんだけど、めちゃくちゃ重くてなんかもうそれ以上踏み込めないみたいな、うん、それけどまあ植物とかっていうのは、まあ、まあ草をこうパーって刈ったりとかさ、まあなんかそこまで負荷がかからないっていうか、うん、まあ、それはなんか自分たちにとってはちょっと違うのかなみたいな、うん、そうだからなんかね、まあ、革のものもやっぱ作るから、まあ、でもそれは作る使うとかっていうよりその命をつなぐとか循環させていくっていう意味ではなんかすごく革っていうのはすごい強い思いを持ってるかなって、なんかやっぱ自分も動物と一緒に暮らしてみて、まあここは鹿もたくさんいるし、そのやっぱ動物っていうのがその人と寄り添って暮らしていくっていうのをなんかすごくこう感じる、うん、前までは本当まあお財布っていうものを作ってるっていう感じなんだけど、なんか動物の皮を使って道具を作るっていう、うん、それを動物の皮を人が使える形にしてつないでいくっていう意識にすごく変わったのかな、具体的な感じで言うと、うん、しなんかやっぱ主にね、まあ、僕も鹿の皮を買わしてもらってるから、すごく身近な動物だから鹿っていうのはここに住んでると、なんか夜すごく鳴くし、やっぱ道でもよく会うし、うん、そう、うん、まあそれがね、まあ害獣っていうもので、あの国が指定して、まあ、その駆除の対象になってるから、その銃とかね、そういう駆除っていう方法以外にまあなんかね、歩み寄れる選択肢があるとすごくいいけどね。なんかやっぱ対面すると可愛いからさ、もちろん食べられたらこの野郎ってなるのかもしれないけど、作物とかを、うん、けど別にどうしたらいいかもわからないし、うん、その大きなことを考えるっていうより、まあ、自分ができることを、うん、しようみたいな、うん、感じかな、うん、thank you.
地とつながってるっていうのを常々もうつながりすぎてて意識して何採取したりとかってしてない気もするんですけど、あでも全て地から生えてるからね、うん、この土地から生えていて、やっぱりこう畑とかするとハーブとかいくつか木も植えたりしたんだけど、この土地でしか成し得ない景色がだから広がると思うんですね、その植物とか。まあ、土の上にもうね足置いてるだけでもやっぱ以前より随分なんかね、あ土と近いなっていう感じはするし、でもそこから何ちゅうやろな、感じる感覚みたいなのはすごいやっぱ絵にも影響あるなって思う。私たちがやってることってただ物を作ってるっていうより、そこに含まれてるエネルギーだったり、それは何なのって言われるととっても言葉にするの難しいんですけど、それも含めてな気がするんですね。生活だったり、その人の、性質、作り手のそのままが宿ってるって思うから、それで言うと、この土地のエネルギーで、私だったり、翔太くんって本当にこの土地のものを使って作ったりしてるから、めちゃくちゃあると思いますね、自然的に。うん、17年も描いてるとだいたい読めるんですね。 この絵は、この例えばこのサイズの絵は2時間半で描けるとか、なんとなくこうあったんやけど、ここに来て、まあ、例えば畑作るって、もう土耕すだけでもう普通に何ちゅうの、もう1日どころか全然足りやんのよ、まあ、慣れてないのもあるんやけど、まあ、そこをさ、もうまた腐葉土とか持ってきて混ぜて、混ぜるだけでも一日じゃ足りひんみたいな、うん、で当たり前やけど、その時間のかかることなんやなっていうのを、まあ、気づかされたっていうか、いろんなものを生み出すってことは、うん、でなんかこう、あれ結構やっぱ慣れてた部分はあるんやなと思って、こう手が慣れてだいたい思い通りにかけて時間通りできるみたいな感覚にすごい慣れてたものが結構こうガラッと覆されて、うん、なんかこう、あ何かを生み出すってそうだね、確かにそんな簡単なことじゃないなみたいな、うん、そうだから、そのまあね、こういう土地とともにとか土とともに生きることも、そんなこう今日行ってね明日出来上がってるものとか、まあ、一つもないんやなっていうのはあって、うん、もうほんま一生かかってできるかどうやろみたいな感じ、うん、そういう感覚はね、ここに来て初めて知った感覚で、で今はすごいそれは大事なことやなって思ってるんですよ、うん、だから焦らずに、うん、ちゃんとこう日々を大切に過ごしたいなっていうか、その感覚を勉強させてもらったのはすごい良かったなと思う、うん、もう自分の中でやけど、その自然とか宇宙ってもう自分らの到底力の及ばない存在っていうか、だからこそ怖いし、だからこそ大事にせなあかん、自分の中でね、そう 大切にせなあかん、敬えなければいけないっていうのはすごく心がけてはいるんやけど、その存在は知ってるし、うん、美しいなとも思うし、感謝の気持ちも持ってるし、そういった意味で自分が本当に心から直感的にやりたいと思うことをやる。傍から見たら変わり者って思われるかもしれないけど、自分にとってはとても自然なことしかしてないから、その生命体にとっての自然、ごく自然なことをしてればいいのかな、うん、なんかよくこう平均台の上で、まあ、こういう感じですよねなんかみんな多分バランス取ってるんですよ頑張って地球自身も
いろんな星々のバランスをとってて、まあもちろんね、それがすんなり歩ければいいのかもしれないけど、多分ずっとすんなり歩けてたらそれが当たり前になるし、うん、たまに歩いてる足を怪我することで少し立ち止まって立ち止まらなくてはいけない状況になったりとか、それも多分こうバランスのような